やいかてです。くそーい、なんだかこの部屋とっても匂うな。匂う、なんだなんだかとっても匂うな。はい、本日は一体何をするのかと言いました。なんだいこの笑は。令和のこの時代に笑って一体何なんだい。そして臭い。匂いを放ちすぎてる。私先日東北の方に行ってきまして、仙台に行って山形に行って栃木に行って茨城に行って帰ってきたの。長旅でした、長旅でした。そこでね、茨城水戸といえば、そう、納豆。私納豆が本当に大好きでしてね、水戸で何を食べたかと言いましたら、納豆ラーメン。あんたたち知ってる納豆ラーメンって食べたことある？本当にね、私衝撃を走りました。間違えた、衝撃が走りました。納豆も好きだしラーメンも大好きなの。そんな組み合わせ今まで食べたことがなかったんだけど、本当に美味しかった。今度お家でやってみようと思う。そして見て、わら納豆だよ。うわー、手にひっついた。このね、わら納豆というものを購入してみました。ちな、食べたことないの。でも食べたかったの、ずっと。わら納豆どんなお味なんだろうって。ちょっと一回さ、このわらから直で食べてもいいですか。ちょっといただきます。いただきます。うわー、糸がすごい。あ、落ちた。ね、なんか大豆のちょっと糸が糸がやばい。大豆のいいお味で、臭みがない。本当にめちゃくちゃ食べやすい。でも糸がすごい。なんかタレかけなくてもめっちゃ美味しいんやけど。大豆の甘みがある。大豆の甘みとか今まで感じたことなかったんだけど。ちな、一番美味しいなと思って衝撃が走ったのが、はなかっぱ納豆。もうね、はなかっぱ納豆めっちゃ美味しいの。食べたことある？うちね、松本でしか見たことなくて、うちの家の近所にも松本あるんだけど、そこの松本だけ売ってないの、はなかっぱ納豆。はなかっぱ納豆が一番大好きなのに。うちはなかっぱの歌も大好きなの。パッ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 、ハレルヤ、おはよう朝日、うーらららら、ご挨拶、パフパフ、ほら、スマイルっていう歌大好きなの。何の話してたっけ。ちょっとご飯の上に乗せて食べちゃおうか。よいしょ。ご飯を用意しました。こちらはお米2合です。じゃあこのご飯の上に納豆を乗せていきたいと思います。これさ、どうやって乗せるんだろう。ほどくのかな。どうやってわらからほどくんだ。やばい、ちょっと待って、いくよ、もうやばい。あー、生まれていく。納豆が生まれた。でもまだこれ一部なんだよね。あ、ちょっと待って、落ち着いて。え、どうしよう、いろんなところに納豆が。この豆の一粒を無駄にしたくないんだけど、めっちゃ取るの難しい。2本目。あ、待って、2本目めっちゃいい感じ。いきます、納豆生まれて。おお、オッケーオッケー。3本目。お、生まれた。じゃーん、できました。これが水戸のわら納豆とご飯です。え、やばいと思うよ。いくよ。うわすごくない。うわ、糸の感じが本当になんか、え、いい糸だ。うん、ちょっとじゃあいただいてみましょうか。一旦これだけでいってみていい？ちょっと待って、お箸無理だね。一旦これでいただきます。
めっちゃ甘い。ちょっとこれもかけてみましょう。私の家には醤油がないので馬刺しのタレをかけていきたいと思います。いつまでないんだろうね、うちの家に醤油。絶対美味しい。いただきます。え、本当にめっちゃ美味しいんやけど、どうしたい？どうしたい？美味しすぎる。しじみのお味噌汁も用意させていただきました。和食って感じでね、お味噌汁も用意しましたね。めっちゃ美味しいんやけど。ちょっと納豆が固まってる。見てこれ、おいしそう。絶対さ、納豆嫌いは発狂するよね、この動画。てかさ、納豆納豆が嫌いな人、納豆食べれない人って納豆の何が嫌なんだろう。まあ嫌なとこだらけか、納豆って。ネバネバしてるし、臭いし、発酵してるしみたいな。うん、美味しい。うちはさ、なんかこういう納豆とか粘り気のある食べ物が大好きでよく食べるんやけど、普通に考えたらさ、ちょっとキモいよね。うん、ねえ、ちょっとやばいかも。これ今日全部食べきれちゃうかもしれない。やばい、あの定期的に蜘蛛の糸みたいなのに引っかかる。納豆ってさ、どうやって作ってんだろう。すごいよね、この見て、このこれをさ食べようと思った日本人すごくない？おいしい。やばい、どうしよう。お腹いっぱい。どうしよう。さすがにさ、納豆ご飯ってさ、どうやって保存する？
チな納豆のふりかけとかも買ったの。ちょっと待って、見て、こんなのも買ったの。ドライ納豆、どんな味がするんだろう。あとこれ、干し納豆、これと納豆ふりかけと納豆せんべい買いすぎ、納豆のもの買いすぎ。あのうち昔アボカドがうちめっちゃ好きで、京都にアボカド専門店みたいなのがあったのね。今もう潰れてないけど、アボカド専門店に行ってアボカドのお刺身とかアボカドのパスタとかアボカドのグラタンとか死ぬほど頼んだの。そして食べ終わって帰ろうって言った時に、もうめっちゃ気持ち悪くなってトイレで吐いたのそこからうちアボカド食べたらもう本当にアレルギーみたいな、めっちゃ痒くなるし、なんかもう気持ち悪くなるの、アボカド食べたら。やばい、トラウマが襲来してる。ねえ、こんなにさ、こんなにいっぱい納豆あったらさ、嫌いになっちゃうかもしれない。怖い。ちょっとじゃあ1個だけこれ食べてみますね。うわすっごい匂い。じゃーん、一粒いただきます。なるほど、そういう感じか。ちょっとね、レベルが高いじゃあ次これも食べてみよう。これかわいいよね、納豆のパックの中に入ってるせんべい、かわいい。見て、ネバールくん。ネバールくんとは、納豆を世界中にみんなに好きになってもらうためにこの世に生まれてきた納豆の妖精だそうです。納豆嫌いな子は夜な夜なこのネバールくんが枕元に立ってますようわっ、なんか、なんてこれ、えぐ、くさ、これめっちゃくさい。ちょっとじゃあいただきます。味は美味しい。こっちじゃさ、納豆のお菓子なんて売ってないやん。だからなんか思わずたくさん買ってしまったんですけど、なんかすごいですね。美味しい。けど臭い。やばい。手が臭い。やばい。手がめっちゃ臭い。はい。ということで、今日も動画を見てくれてありがとう。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントを毎日読んでるコメントもお願いします。サブチャンネルの登録もしてね。これは明日のお昼にします。じゃあねばー。